関東では各地雨が降りやすい状況となっております。ではまずいただいているリポートを見ていきましょう。東京都千代田区の方からです。ポツポツパラパラレベルで雨が降っています。空は明るいので強くなる気配はありません。ただ傘は必須。そして気温も下がってきているので服装で対応しましょうとコメントをいただきました。強まっているところは少ないようですけれども、このように雨が降って傘が必要なレベルとなっているようです。ではこれまでの1時間にいただいている関東の方からの天気の報告を見ていきましょう。北部ほど弱く南部ほど強まっているところがあります。雨雲レーダー重ねてみると、特に千葉県のあたりは活発な雲がかかっているところもあってザーザー降りになっているところもあるようですね。晴れ間も見えてきているところはありますが、外出の際には折りたたみ傘をお持ちください。では今後の雨雲の様子も見ていきましょう。雲を進めて見ていきますと、まだまだこの後の時間も雲がかかりやすい状況続いていきそうです。隙間もね、北部ではあると思いますし南部も出てくるかと思いますが、外出の際には雨具があると安心なお天気となっていきそうです。だんだんと夕方には止むところも多くなっていきそうなので、やはり折りたたみ傘の必要なところが多いようです。一部では南部など降り方の強まりにご注意ください。お天気の最新情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけますのでご確認ください。